フェリックス・マリア・ヴィンセンツ・アンドレアス・フォン・リヒノフスキーは、ドイツの貴族、政治家、公爵。モラビア・シレジア地方の王子主である、リヒノフスキー公爵家の第四代当主。エドゥアルト・フォン・リヒノフスキー公爵とその妻の、エレオ・ノーレ・フォン・チヒ・ハクシャク夫人の間の長男として生まれた。1834年から、プロイセン軍の士官となったが、1837年には、 第一次カルリスタ戦争の最中だったスペインに、赴いて、カルリスタ陣営に加わり、旅団長及び外交官として活動したが、カルリスタ反乱軍が敗れると、ドイツに帰国した。1845年に、公爵家の家督を継いだ。ドイツでは、主ジ寺ン衆議会議員及び、プロイセン統一議会選出の議員となった。リヒノフスキーは、恩健自由主義派のカジノ派に属し、 また議会では第三委員会の委員であった。1848年9月18日、プロイセンとデンマークの間で結ばれた丸目条約に憤きる民衆が起こした9月暴動の最中に同じカジノ派所属の議員ハンスフォン・アウエルスバルト将軍と共にフランクフルト市街でボートに襲われて殺害された。34歳だった。リヒノフスキーは1834年に パリのフリーメイソンロッジに滞在し、これに触発されて、翌1835年には、ラティボルにフリーメイソンロッジを建てさせた。もっとも、自身が正式なフリーメイソン会員となったのは1845年になってからだった。1841年、リヒノフスキーは、信仰のあった作曲家、フランツリストのフライクフルトアムマインのロッジにおける入会儀式に参加している。 詩人のゲオルクベールトは1848年8月にリヒノフスキーの反省を風刺的に描いた実話小説シュナプハンスキー騎士の生涯と辞責を発表したがその翌月にリヒノフスキーが虐殺されたためこの小説は死者への冒涜だとして激しく非難された。未婚で子供がなく死後は弟のカールが公爵家を継いだ。ありがとうございます。